ダイエットをしている方の中で、普段積極的にお酢を摂っているという方はいらっしゃいますか？お酢にはダイエットのほか、さまざまな健康効果があるとされており、近年注目を浴びている食品の一つですよね。ダイエットのためにお酢を直接飲んだり、水で薄めて飲んだりすることがあるかと思いますが、温めて飲むことを意識したことがある人は少ないのではないでしょうか。お酢をお湯で割って温めて飲むことで、実はより高いダイエット効果を実感できるというのです。今回はお酢を温めて飲むとダイエット効果が高まる理由と、風呂上がりに飲むと良い理由、お酢のお湯割りの作り方などをご紹介します。お酢を温めて飲むとダイエット効果が高まる理由とは？近年お酢はそのダイエット効果や健康効果に注目されていますが、お酢を冷たいままで飲むことは実は間違った方法です。お酢にはエネルギーを燃焼させる効果がありますが、実は陰性が強く冷えを招きやすいため、体を冷やしてしまう性質があります。しかしお酢を温かいお湯で割って温めると、お酢の陰の性質が打ち消されることによって、内臓から効果的に体を温めることができます。体を内側から温めると冷え性が改善され、新陳代謝も活発になり、痩せやすい体になることができるのです。しかしこの時お酢の効果が薄れてしまうため、あまり熱すぎないお湯で割って飲んでください。また体が温まるとダイエットだけではなく血流も良くなり、質のいい睡眠をとることもできるようになります。お風呂上がりに飲むとより効果的？お酢にはクエン酸が豊富に含まれているのですが、クエン酸は摂取した糖分をエネルギーに変換する重要な働きを担っています。しかしこの働きが十分に機能しないと、基礎代謝が低下し痩せにくい体になってしまいます。この働きは体が温まっている状態だとより活性化するとされているので、体が温まった状態でお酢を飲むとより効果的です。そこでお風呂上がりの体が温まっている状態でお酢のお湯割りを飲むようにしましょう。するとクエン酸の働きが活性化され、普通にお酢のお湯割りを飲むよりもダイエット効果がより高まるのです。お酢のお湯割りの作り方。毎日お風呂上がりに大さじ1杯から2杯のお酢に対して70から 100ml のお湯で割って飲んでみましょう。この時使うお酢は黒酢でもリンゴ酢でも何でも結構で、さらにお好みで蜂蜜を大さじ1杯を目安に混ぜてもいいでしょう。温かい料理に混ぜて飲んでもいいですね。このお酢のお湯割りを1日1杯を目安にお風呂上がりに飲む生活を続けると、自然に痩せ体質に近づき、リバウンドもしにくい体になることが期待できます。以上、いかがでしたか？温かいお酢を摂ることで体を温め、冷え性を改善し、リバウンドしにくく太りにくい体質になる方法について述べてきました。この体の冷えを改善することが重要であり、体を内側から温めることは実はダイエットにいいだけではありません。体の冷えが蓄積されると基礎代謝や免疫力の低下、自律神経の乱れや内臓機能の低下など様々な不調を引き起こします。ぜひ普段の生活に取り入れてみてくださいね。